大筆神ダラニは、仏教のダラニである。大悲円満無下真珠、または、大筆神等とも言う。千獣千眼観世音菩薩広大円満無下大筆神、ダラニ行に含まれているため、千獣観音のダラニとして知られているが、もともとは、青首観音という別の変化観音のものである。そのため、青首ダラニ、青首大筆神ダラニ等とも呼ばれる。日本では、ナムカラ坦納、トラヤ やあという出だしで知られており、主に全集で広く読書をされる。ダラニには、中国、ベトナム、日本で広く普及しているテキストと、それよりも長く、整えられたものが現存する。一方、朝鮮半島では後本に見られる句を含む小本を、元にしたテキストが使用されている。小本小本は、東アジアで、最もよく読書されるテキストでありながら毛に訳が、精密でなく、 逆なまりと思われる極や難解な部分が多い。特徴として、ニーラカンタという単語を、な、金と恩社していることが注目される。広本凡字と、即ド文字で書かれた青首ダラニ訳教像、法上が旧世紀の半ば頃に漢訳から、チベット語に重訳したと言われる、清千樹千願を有する道財菩薩無磯大筆心を、広大に声援満たすと、名付け来るダラニのほか、 チャンキャロルペードルジェイによる、サトシ通訳、センガンセン、ヒジカンゼオンボサツダラニ新事業の重役といわれる、ものがある。とは異なるダラニが含まれており、ロルペードルジェ役はこのダラニではなく、工場役に見られる、広本大秘書を元にしている。工場役以前に成立した、役者不詳のものも現存する。千術観音関連の経典や大秘書の写本が、トンコーで多く見つかっている。 その中の一つは、1912年に探検家、オーレルスタインが、罰硬屈で発見した、広本大筆種の写本である。梵字と、即ド文字で書かれたもので、千字を持つ、聖、青首艦聖音菩薩の名を説くダラニという題目を持つ。青首艦の音菩薩像老慶主キャンドラの説によると、原型は仏教に取り入れられた、ニーラカンタガミのダラニである。 ニーラカンタとはヒンドゥー教の芝の異名であり、ここでは芝とビシュヌの合体系、ハリハラを指す。四紙面と著面を持つビジュヌ像虎の皮の上に座詞蛇を身に巻く芝広本のテキストで見られる通り、元々は観音菩薩によって説かれた形式のダラニであったが、ニーラカンタが青首観音として観音と集合されるにつれて、ダラニは観音が説くものから、 青首観音について説くものへと変化した。仏教に取り込まれた神々が観音と同志される。事例は他にもあり、馬頭観音、またはンタコ観音は、まさにそれである。実際にはチベットオクラ教中に、観音が説く早リー場のダラニが見られるが、ここでは、早リー場が未だに観音と同志されていないことが著しい、一いチャンドラは、 観音によって説かれたニーラカンタやハヤグリーバのダラニの成立をこの神々の仏教への導入の一環として見ている。要するに、これらの経典では観音が異教の神々の呪文を説くことによってその神々を仏教に取り入れるという働きを持つとされている。ダラニ内にはヘア、ナリシマ、ムクハ、クリシナソルパパビタ等といったビシュヌやシバ由来の称号が繰り返されている。 また、副役、青景官自在暴殺死んだら二行が、青首、観音の画像法を以下のように述べている。その像三面、当然の正面は、慈悲広しいの顔に作り、右辺は、四四面に作り、左辺は、書面に作る。首に、貧観をいただく、観中に、無料受仏あり。また四比あり、右第一比は釈状を取り、第二比は連芸を出話し、 左第一話はを取り、第二話、らを取り、虎側をもって、チュンとなし、黒鹿衣をもって、左白に、お手かく落くし、黒蛇を、ひしても手紙線となし、八葉連下上にお手立ち、陽落、非線、関杯、光炎その身を総ゴむす。その神線、左白より、かく落くしてくだる。青景観自在造自誌面と著面は、 奈良ノベテニアカシミール地域で作られたビシュヌ像に見られる特徴で、釈状、レン、ワ、という持ち物はビシュヌが持つ、金棒蓮円レン,ン,ン、ホラガイに相当する。一方、トラノカ鹿クロシカノカクロヘビはシが身にまとうものである。青首ダラニが、千樹観音について説く教典に導入されると、千樹観音の苦毒を称えるダラニと解釈され、 大悲神だらにと名付けられる。千珠観音は、青首観音と同様にヒンドゥー教の神々を仏教に取り入れて成立した観音の変化味と考えられている。千の手を持つ者を意味する、サホズラブーヤは、ビシュヌやシバの異名でもある。インド神話に登場する、原人プルシャも、千個の頭や千本の足を持つ巨人と言われる。千珠観音等の武徳年中 タダイバといいう僧侶がインドから携えていた千術観音図及びその教本、両法を皇帝に侵入した。これが中国における千術観音信仰の始めとされている。他の変化観音と比べてで遠来がかなり遅れたものの、朝廷や密教の改元三大師の指示を受けたことから人気を得た。英気、県警年中、トギボンダルマが、雨天で千術業を観約する。 千寿観音関連の経典の最古の館役とされる、里市通訳、千岩泉、肘関税音菩薩ダラニ新授業成立とは異なり、経典内に説かれるダラニは、青首ダラニである。世間に広く知れ渡るのは、この都ギ本だダルマけである。改元年間に始まる、様々なダラニの流行に伴い、ダラニ部分は、都ギ本だダルマけ千授業を離れて別業し、 中国社会に浸透していく。その後、今後、佐氏や福による、旋授業の別役とされるものも流布していく。万刀期になると、だら二分が刻まれた赤道が多く建造され、大筆手によって、奇跡を起こす僧侶の逸話も広まった。また、大筆手と共に、旋授業における観音に奇妙する銃眼、六向きを抜粋した、大筆、慶受けが広く伝播した。 トンコで見つかったダラニ文や大碑、経武家の写本の数の多さからその人気のほどが伺える。トギボンダルマワケがここまで相続を問わず絶大な人気を得たのは他の戦時観音に関する経典よりも比較的にシンプルでダラニの句読が詳しくはっきりと解かれているからだと考えられている。前週における最初の事例として英明演授長。 えにちえあけでらさとしかくぜんじじこ第九に、当時の禅僧が、大秘氏を読書していたことを示唆する記事があるが、日常的に用していたかどうかは不明である。大い総そ大こ広だい前ひ広しかくぜんし、には、ダラニの表記における字の移動をめぐる議論があるが、ダラニが、この頃広く知られていたことは考えられる。このように禅僧たちによるダラニへの言及が、 増え始めたのは、早ければ、北宋初期、遅くとも、南宋末期を下らないと考えられる。後の時代に、禅宗の日常の言行の中に、大皮腫が定着していった経過は、審議の変遷の中にある程度乱すことができる。禅宗の初審議のうちで、まず最初に、ダラニの名が見られるのは、南宋末期成立の入り集ス値で、読書回数2回と示している。続いて、 一宮町、前輪備え用審議では14箇所、直修百条審議では18箇所と年代とともに、回数が増加している。なお中法明本町、厳重案審議は9箇所となっているが、付録、開館路門に、瀬垣会、または、裏本会にあたり最初に、大貴心だらにを唱えるよう指示があり、現在の儀礼に近くなっている。 日本の臨済宗の開祖とされる英才が不況を始めた頃や、総当州開祖の道元が南宋から帰国して、強制寺を開いた時には、大筆神ダラニはいまだに禅宗に定着していなかった。日本の禅宗にこのダラニが普及したのは、鎌倉末期から室町時代以降と推定されるが、確証はない。相当衆においては、通常の呼び名は、大筆神ダラニで、浄化仏伝不妊。 長家解散歴十不倫、略潮、河万礼不人、ヘッツ移行不倫、万華不倫、陳樹不倫等で独唱する。臨在宗では、略昇大秘守、正式古昇大秘縁満無下神まじないと呼ばれる。禅宗のほか、天台宗と真言宗にも独唱されることがある。かつては、真言宗において、仏潮尊称だらにと、法教院だらにに並ぶ、最も重要される、 ダラニの一つであったが、現在は、大秘書の代わりに、阿弥陀如来根本ダラニが三ダラニの一つとして、数え上げられている。なぜこのように変わったのかは不明で、宗門内の事情と思われる。中華圏では主に大秘書と呼ばれており、般若心業や六字新言に並ぶ最も人気のある、仏典である。なお、十一面観音真主という別のダラニも、世間ではたびたび、 大筆書と称されることがあり、混乱の原因となっている。朝鮮の仏教においては、神病症九大ダラにあるいは、千術行と呼ばれ、文字で書かれた筆者がお守りとして民家に飾られることがある。前述の通り、朝鮮半島で読書されるテキストは、日本と中国に使われる、小本大筆書とは少し異なり、後本から導入したと思われる悔やい文が含まれている。日本では、 傍文としてルフしているテキストは以下の通りである。大正新衆大蔵教収録のとぎボンるル分けと移動がある。この読み方は総当衆の読書法の例。臨在衆ではかなり異なり、また読書をする場面によっても異なる。ナムカラノートラヤーヤー。ナムウリヤーボリオキーチーシフラーヤー。富士サトボーヤーモコサト、ボーヤー。猛攻キャールにキャーヤーエン。 さあ、はらわえいしゅうたんのうとんしゃ。なむしきりとイもおりや。ボリオキいちしふらりんとぼう。なむのうら。きんじいきり。もうこうほうどーしーーボあみいさぼう。おとうじょうしゅンべん。おうしゅとのもうぼーぎゃ。もうはていちょう。とうじいとうえん。おうぼキりよき。どぅきゃちぃきゃらと。 さあぼうさーぼう。もーらもーら。もーきーもーきー。ートイン・クーリりよくリりよ。けいもとおりよとおりよ。ほうじゃやちーも。こうほうじゃやちー。とーらとーら。ちりにしふらーや。しゃーローしゃーロー。もーもーはも、たいらー。ほうちーり。ゆーきーゆーきーしーのしーの。おらさふらしあり。はざわざ。ふらしゃーや。くうーよくうりよ。 もう、らー、くうりよ、くうりよ。きーり、しゃーろーシャーろ。シーりしーシー,リー。すーリオスーリオよ。ふじや、ふじや。フどヤフ,フドヤみーちりや。のらきんじー。ちりしゅにのー。ほやものそもこ。ドヤーそもこ。もっコしどやそもこ。シドユう、キーシフラーヤーそもこ。のらきんじーそもこ。モー,ラーノーのらそもこ。 スらすおもぎゃあやあそもこう。そぼもこしどやあそもこう。しゃっきらおしどやあそもこう。ほどもギぎゃしどやあそもこう。のらきんじいはあぎゃらやあそもこう。もうほりしんぎゃらやあそもこう。なむからたんのうとらやあや。なむおりやあぼりよきいちいしふらやあそもこう。してどうもドら。ほどやあ。そうもうこう。しんごんしゅうの読み方は、ぜんしゅうのものと大きく異なる。のうぼう。 新たのうたらやや、のうぼありや、ばろうきてい、じんばらや、ぼうじさとばや、まかさとばや、まかきゃろに、きゃや、おんさらばらばえ、いしゅ、たんのうだしや、のうぼう、そきりたばいもりや、ばろうきてい、じんばらりょうだば、のうぼう、ならきんじ、けいりまばたしゃめさらばあたずしぼう、あせいよさらばぼたのう、まばばにゃ、まばどず、たにゃた、 オンアバロケ色キャテイ。キャラテイ。イケイリマカボージサトバ。サラバサラバ。マラマラ。ママ。ケイリだよ。クロクロキャラボードロドロ。バジャやっていい。マカバジャやっていい。ダラダラ。チリに、ジンバラや。シャラシャラ。ママ。バツマラ。ボクテイレイ。イケイケイ。シッタシッタ。アラさんハラシャリ。バッシャバさん。ハラシャヤコロコロ。マラ。 コロケーリ、サラサラ、シリシリ、そろそろ、坊児、ヤ坊児や、坊だヤ坊だや、見ているや、ならきんじ、ダリシュニの。ー、はやまの、そあか、しつだや、そあか、まかしつだや、そあか、しつだゆけい、じんばらや、そあか、ならきんじ、そあか、まらならしつら、そあか、ぼきゃや、そあか、わまかしつだや、そあか、 シャキャラー室だや、ソアカ、ハンドマギャ室だや、ソアカ、ナラキンジ、バギャラや、ソアカ、マバディシオギャラや、ソアカ、ノーボー、アラタンノー、タラヤや,や、ノーボーアリや、バローキテイ、ジンバラや、ソアカ、ナム大悲観ゼオン、ガンワが即地一切ポー。ナム大悲観ゼオン、ガンワが早、ドクチエガン。ナム大悲観ゼオン、ガンワが速度一切ー、 ナム大悲観ンゼオン、ガンワガハヤ、独善方便。ナム大悲観ンゼオン、ガンワガ即上半ニャ戦。ナム大悲観ンゼオン、ガンワガハヤ、独古宿会。ナム大悲観ンゼオン、ガンワガ即読会定道。ナム大悲観ンゼオン、ガンワガハヤ、東根ネ半さん。ナム大悲観ンゼオン、ガンワガ即会無理者。ナム大悲観ンゼオン、ガンワガハヤ同胞生ワガワカムキ刀山、刀山地、左折。 我が若向き比喩、比喩時消滅。我が若向き地獄、地獄時枯渇。我が若向きガキ、ガキ時放満。我が若向き修羅、悪心時長伏。我が若向き畜生、自徳王子へ。ナム大悲観ゼオン、ガンクは、我速やかに一切法を知らん。ナム大悲観ゼオン、ガンクは、我早く、里司令の目を縁。ナム大悲観ゼオン、ガンクは、我速やかに一切の衆をせん。 ナム大悲観ゼオン、ガンクは、我早く、全方便を縁。ナム大悲観ゼオン、ガンクは、我速やかに、般若の船に乗らん。ナム大悲観ゼオン、ガンクは、我早く、腐海を越しゆることを縁。ナム大悲観ゼオン、ガンクは、我速やかに、海、底の道を縁。ナム大悲観ゼオン、ガンクは、我早く、涅槃の山に登らん。ナム大悲観ゼオン、ガンクは、 我速やかに無理の者に、改判。南む大悲観ゼオン。ガンクは、我早く発祥の身に同然。我もし刀山に、向かいわば、刀山自ら、再織りせよ。我もし火湯に、向かいわば、火湯自ら消滅せよ。我もし地獄に、向かいわば、地獄時から枯ればせよ。我もしガキに、向かいわば、ガキ自ら放満せよ。我もし修羅に、向かいわば、 悪心自ら長伏せよ。我もし畜生に、向かいわば、自ら王子へを追えよ。ありがとうございます。